はい、どうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、ガチャから排出されたら特にがっかりするキャラ5000をご紹介していきたいと思います。もうあくまで僕の主観でしかありませんので、もうご意見ご感想たくさん今回コメント欄お待ちしておりますので、よろしくお願いします。早速じゃあご紹介していきましょう。まず1人目がこちら、 NV ラスウェル。ラスウェルは一応武器で強化はもらっているとはいえ、まあ、チェインの極意 200% がついてはいるんだけど、本体性能がいかんせん微妙すぎる。メイン火力の LB は約1万6000なんだけど、もう今はこの火力じゃね、パーティーに入れることはまずないかなというところ。そして、まあ、6周連で唯一主人公一派で単独で実装されなかったと。まあ、一応ナイツオブグランシェルトで実装はされてはいるっちゃいるんだけど、この不遇っぷりね。だからおそらく今後も強化はないんじゃないかと踏んで、ラスウェルが出たらラスウェルかーっていう風になるかなと思いました。続いて2人目、2人目はマズルカ。マズルカももういよいよだよね。まあ、現状ジャンプアタッカー、カイン、ノクト、そしてアーデン、ジャンプの威力が2万を超えていく中で、まだまだ1万と。で、やりたい性デバフも持ってないから、マズルカ使うぐらいだったらエドガーでよくねという風になってしまうと。で、さらにやっぱチェインの極意をつけなきゃいけないで、両手と、まあ、2.3 倍から 2.6 倍の武器補正があるとはいえ、やっぱ両手の方が強いジャンパーは。で、チェインの極意で1枠埋まると。で、さらに 400% 持ってるからこれはいいんだけど、キラーが 150% しか持ってないから、あの植物しか持ってないから、ちょっとね、あのキラーの対応が少なすぎるっていうところもあって微妙かなと。もうマズルカが出ても今更マズル、今更というかマズルカかっていう風になるかなと思いました。続いて3人目、スザン人目はスノー。もういつ使うねんの代表格かなと思います。本当にね、表が物理、裏が魔法の防御タイプなんだけど、まあ、壁役だね。本当にいつ使うねんと。結局物理も魔法も対応が取れて、まあ、物理だったら例えば回避 100% にするとか、で魔法だったら属性耐性を味方全体に持ってレジストかけるとか、そういう感じで対策ができるから、両方を使い分けてやるっていうことがまずない。そしてビジョンカード、スパトラ、トラマスともになんとも微妙なキャラクターがゆえに、なんかね、引いてもメリットがこちらとしてはもうビジョンカードが、まあ、ランダムビジョンカードでワンチャン強いやつを引くとか、もうそのぐらいしかないからさ、ちょっと微妙かなと。とか微妙かなというか、スノー引いたらうわマジスノーっていう風になるかなと思いました。続いて4人目、4人目はブラド。ブラドもね、いよいよかなと。もう火力的にはもう星5星7と変わらないぐらいかなと思いました。というのも、てかなんならあれだよね、あのフェスゲンのノクトの方が強いんじゃないかなと思います。でブラドのメイン火力がこちらで、真なる孤高の力、闇属性の、まあ、今威力は2500なんだけど、まあ、どんどんグラフとか、あとはリノアみたいに威力を上げて戦うキャラクターで、まあ、最後4連のラストの一撃が、まあ、9万ぐらいまで跳ね上がるんだけど、それでも1ヒットの9万よ。まあ、リノアとか、まあ、ダークレインなんかはあれだけど、まあ、グラフなんかはもう30万に近い世界なので、それを考えると、もう9万じゃね、ちょっとお話にならないかなというところで、まあ、ブラドを引いても、お前もう使うところはないから、闇属性だったらもう、ほんとリノア、そして、まあ、ダークレイン、この二人の一強というか二強というか、もうこの二人以外使うことはまずないと思うから、ちょっとね、そこが残念かなと思います。続いて、コラール。もうコラールこそ代表格だよね。もうていうか圧倒的1位じゃない、引いて嬉しくない NV。もうだってさ、ね、もう、登場してすぐに情報修正されたとはいえ、使ったことがまずない。メインとして使ってる方はいないんじゃないかなと。もう唯一、まあ、NV が本当にいなくて初めて引いた NV がコラールですっていう方以外は、使うことは本当にないんじゃないかなと思います。まあ、スパトラとかトラマスにおいてあれだけど、スパトラなんかは闇固定で攻撃185しかないし、で、トラマスにおいては、まあ、最近の6周年のイベントで、悪魔キラーのトラマスがめちゃくちゃ配布されたから使うこともないし、だコラール引いても嬉しいっていう方はもう FFB をプレイしていて、もうごく本当に一部というか、もういないんじゃないかなと。もう
に 0.01% ぐらいの割合しかいないんじゃないかなということで、もう圧倒的第1位として今回コラールを僕が推していきたいかなと思います。でその他ね、一応ランクインはしなかったものの、まあ、入選したキャラクターなんだけど、入選したキャラクターがこの子たちかなと思いました。まあ嬉しくはないんだけど、スパトラが強い旧エアリス、魔力80あってブグ倍率 50% 持ちは悪くないかなと。でもスパトラ取れるという意味ではエアリスは悪くないかなと思いました。続いてヨシキリも微妙っちゃ微妙なんだけど、結構さ分身5回に助けられたこと多くないですか。僕はねこのイメージがあったりとか、まあ人キラー 100% 機械キラー 100% 持ってたりと、まあ悪くないところもあった、使うことがあったキャラクターかなと思うので、まあ今出ても嬉しくはないけど、まあ使う場面はあったキャラクターかなと思いました。続いてエレナはもうやっぱブツマ複合タイプということで、もう一生使うことがないキャラクターなんだけどスパトラがめちゃくちゃ優秀、両手持ちの時に攻撃と魔力が150ずつ上がるからどっちにも使えるアビリティ、これはめちゃくちゃ強いから、まあ出てもスパトラ持ってなかったら普通に嬉しい一体かなと。あとはトラマスじゃねえわ、ビジョンカードくっそ強い、ビジョンカードが超強いから持っててもいい一体かなと、持っててもというか当たったら嬉しいかなと思いました。続いてシャルロットはね、トラマスは優秀、攻撃50の LB50 で優秀なんだけど、ちょっとね使いづらさが目立つキャラクターかなと。それもやっぱメイン火力である LB だよね、ヒット24で、まあ、パッと見悪くないじゃんって思うんだけど、この感覚がチェイングループ4と一緒なんだよね。ファイガとか、まあ、サンダガとか、ああいう崖とか魔法とかと多いチェイングループ4と同じ感覚だから、チェイングループ1の24とはまた別なので、そこがね、やっぱちょっと使いにくいかなというところで、シャルロット当たっても、まあ、シャルロットかーっていうところかなと。で、メロイ。メロイはね、まあ悪くはないんだけど、まあ第一線の火力としては程遠いかなと。ただトラマスが魔力50の LB50、そしてスパトラも魔力180の LB50 で、まあそこそこ使えるものかなとは思います。ただやっぱりね、もうタメルを使って、魔力を高めながら、まあ LB を使っていくんだけど、まあルーナしかいない時は、メロイが出た時は、メイン火力として、水属性の魔法メイン火力としていいじゃんってなるけど、まあ今はねもうファイサリスとかが実装されたりとか、まあ水属性の魔法アタッカーもかなり増えてきたから、ちょっとねもう火力的にはメロイを採用する余裕はないかなと思います。なんだったらね他の属性とかもう物理を入れた方がなんだって火力出るなんてこともザラにあるし、最近は水属性だけが弱点っていうことが減ってきたから、そんなにねメロイの重要性としてはなくなってきてしまったかなと思います。そして、こんな感じかな。まあ、ギリギリ、ランクインはしなかったものの、まあ、もうちょっとで入ってしまうキャラクターたちかなと思いました。皆様はいかがでしょうか？まあ、このキャラクター出たらめちゃくちゃがっかりするわとかね、ぜひね、コメントで教えていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それでは、さよなら。